とことんやりこむ、どうも、なおしんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。武器のエンチャントで、これ、虚無の攻撃っていうのがありますよね。攻撃をして、次の攻撃までに時間を置くと、ダメージが上がるやつ。これですけども、攻撃速度が速いやつ。締め具とか、あと剣とかね。そういうやつには、あまり意味がないのかなと思ってたんだけども、これをちょっと検証してみます。1と3で、攻撃速度が速いやつで攻撃すると、ダメージは変わるのか。うん、それちょっとわかんないんだよね。もしも、3でダメージが変わったっていうのであれば、うん、やっぱりこれ3をつけるべきだし、まあ、もしもね、1で十分だっていうのであれば、まあ、黄金でね、虚無1でも使えるようになりますので、まあどうなんでしょうか。とりあえず、ホークブランド2つ用意しました。263ですね。片方は、虚無3をつけて、片方には、虚無1をつけて攻撃してみます。はい。まあ、キノコで攻撃をすると、だいぶ攻撃速度が速いので、まあ、検証になるでしょう。まずは、虚無1ですね。虚無1の方で、ボスに攻撃をしてみましょう。どれぐらいのダメージが入るんでしょうか。見えないね。こんな感じ。まあ一番低いのが78万ぐらいか。うん、78万から130万ぐらいのダメージが出てますね。で、これを虚無3で行った場合は、どうだ？あ、違う！ 84万。え？ 84万から134万。え、ダメージ若干違うぞ。ダメージが若干違う。あ、これ、ホークブランドだからかな。もう少し攻撃速度を上げると違うの。もう、ホークブランドでは1と3で、効果違います。もう、キノコ使って攻撃して、ダメージが違うわ。1と3で、効果が違います。じゃあちょっともうちょっと攻撃速度が速い、締め具でも試してみましょうか。あ、変わるかもしんない、これ。次は締め具ですね。持ってきました。まずは、虚無1ですね。虚無1の闘志の締め具です。ダメージは、30万だね。30万803。まあ、これで攻撃してみましょう。どんぐらいいく？37万6000。うん、37万6000。で、こっちが、虚無3だね。虚無3の闘志の締め具。どんぐらいいく？あ、37万6000。あー、うん、締め具はあれだわ。虚無1でも虚無3でも変わらないみたいですね。あー、なるほど。締め具ぐらいの攻撃速度があれば、虚無1、虚無3、変わりはないです。うん。なるほどね。そういうことか。攻撃速度かなり速くないと、ダメなんだな。では、戻ってきました。結果発表いきましょう。虚無の攻撃の1と3ですけども、闘志の締め具のキノコを使ったぐらいの速度だったら、1でも3でも一緒です。一緒。でも、ちょっと攻撃速度の落ちる、剣とかのキノコを使った状態、その時は、1と3でダメージ若干変わります。3% ぐらいかな。うん、それぐらい、1と3でダメージが変わりますので、やっぱり虚無は3を入れた方が良さそうです。うん。まあ、ほんと若干だけどね。でも、その若干が積み重なってくると、ダメージでかくなってきますので、やはり3の虚無を狙っていきましょう。まあ、締め具だったら、まあ、ほんと締め具だけだね。締め具だけは1でも3でも大丈夫そうです。はい。こんな感じになりました。
ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。